まあ、僕 の, あの得意でもあるそのドライブであったりスリーポイントだったりっていうところを出して、このノリノリでこの熱いプレーで、宇都宮を優勝に導けたらいいなっていうふうに思います。いやもう、チームの目標としてまず、東地区1位で全体1位も目指してっていうところで、まあ、やっぱりチャンピオンシップをホームコートで、できるっていうところが、一番強みにできる部分ではあると思うので、まあ、ファンの皆さんの応援が素晴らしいので、まあ、そこをしっかり獲得できてよかったなと思います。はい、そうですね、まあ、まずその選ばれしその8チームしか出られないっていうところもありますし、まあ、自分 の, そのスタイル的にもやっぱりその優勝がかかればかかるほどというか、その大舞台になればなるほどその一つギアをその上げれるっていうところもあると思うんで、はい、楽しみにしてます。今までやってきたその自分の強みであるそのドライブであったり、まあ、スリーポイントっていうところはもうそのこの1シーズン通してやってこれたと思っているので、まあ、それを引き続きやっていければチームが勢い乗れるかなと思うんで、そこでしっかりやっていきたいなと思います。いや、さすがに出るんじゃないですかね、多分。いや、わかんない。いや、その別に自然に出るもんなんで、あれは、はい、そういうね、気持ちが高ぶった時でもしかしたら出るかもしれないですね、はい。まあ、本当に僕らはね、歴史のあるチームですし、もし今年優勝が取れれば、B リーグでも最多の優勝になるっていうところで、一つ歴史になんか刻めると思うので、チーム一丸となって、その目標に向かっていければいいなと思います。チーム力です。チーム力というのは、はい、今シーズンはもう本当にその誰が出場してもそのチームの質が落ちないですし、選手層の厚さもそうですし、結構怪我人が多く出たシーズンになったんですけど、まあ、それでもこの全体1位、まあ、東地区1位を取れたっていうところはやっぱりこのチーム力がやっぱり一番僕らが優れてるんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあ、このこれにしました。